こんにちは。ここからは模擬講義ということで動画を見ていただきます。本日のテーマ、大学でプラスチック問題に取り組むということでお伝えしていきたいと思います。まずこの動画を担当しております、私佐々木彩子と言います。そして4年生の杉村と申します。よろしくお願いします。さて、この皆さんもすでに学科の紹介動画を見てくださったと思いますが、この学科は開発、経済、文化、コミュニケーション、そして生産、環境という文系分野と理系分野からなる学科です。今私たちが所属して、私が担当して杉村さんが所属しているゼミナールは環境生態ゼミナールといいまして、理系の中でも環境問題全般を扱うゼミナールになっています。そのため学生たちが身近な自然、例えば鳥ですとか畑の草や、作物といったものに対して環境と人との関係がどういうものであるかといったテーマで卒業論文に取り組んでいます。その中でも本日皆さんにテーマとして一つお伝えするのがプラスチック問題です。最近特にプラスチック問題にどうにか自分として関わりたい、大学生として関わりたいと言って入学されてくる方が多くなっています。杉村さんは最近プラスチックに関するニュースで何か聞かれたこととか？最近ですと、クジラがビニール袋を食べちゃったニュースを見ましたね。あと私たちの周りで最近プラスチックに関して生活が変わったなんていうことがありますが、どういったことが最近ありますかね？最近だとプラスチックバッグが有料になったとか。そうですね、なるべくプラスチック使わないでストローが紙になったりとか、もういろいろ私たちの身近な問題になっています。今日の動画の最初は、なぜこのプラスチックを今なるべく減らそうという動きになっているのか、基本的なところを皆さんにお伝えしたいと思います。まずこちらのグラフはですね、ちょっと皆さんから見る字が小さいかもしれませんが、世界でどれぐらいにプラスチックが作られているかというのを産業別、仕事別に表したものです。左が1950年からになってまして、2015年まで、約60年間の変化を表しています。分かりやすいと思うんですが、1975年ぐらいからぐぐぐっと量が増えていまして、現在も非常に膨大な量のプラスチックが生産されています。さてここで突然ですが問題です。このプラスチックの生産量、今作られている量の中でも一番プラスチック生産量が多いこの産業は何でしょう？3択で考えてください。1番、洋服ですね。化学繊維で作られているので洋服を作る産業。2番が包装容器の産業。3番が電子機器です。さあ杉村さんはどれだと思いますか？3番ですか？パソコンとかね、そういうのにも使われてますね。はい、それでは見てみたいと思いますが、残念、包装容器産業でした。皆さんはわかったでしょうか？つまりはこういった小さい飴ちゃんが入っているような袋であるとか、さっきもお話に出ましたね、ビニールバッグとか、そういった何気なく私たちが使っているプラスチック、そして1回使ったら捨ててしまうプラスチック、これがですね、非常に生産量が伸びているので、世界全体でも生産量が伸びている原因の一つになっていると言われています。はい。そしてこれだけたくさんの量を作られているプラスチックですけれども、我々、リサイクルされているんじゃないかなと思いがちですが、実は今まで先ほど見た60年間で生産されたプラスチック全部で83億トンになりますが、そのうちリサイクルされた量というのはなんと 7%、 10% にも満たない非常に小さい量なんですね。じゃあここは残りはどうなっているかというと、捨てられたり燃やされたり、つまり何も生かされずにゴミとして捨てられてしまっているということが分かっています。そして、先ほど杉村さんが言ってくださったのはこれですね。クジラのお腹の中から大量にプラスチックバッグが出てきて、お腹がいっぱいなのに食べ物は食べられなくて餓死してしまうという非常に悲しいニュースが聞こえてきました。また鳥もプラスチックを餌と間違えて食べてしまったりですとか、東京湾で獲れた魚からも小さな小さなプラスチックが出てくるようになっています。このようにですね、生物に非常に大きな影響を与えるようになっています。で最近さらにですね、困ったことが分かってきまして、例えば皆さん環境ホルモンという言葉を聞いたことありますかね。人間の体自体に、生物の体に悪い影響を及ぼす化学物質なんですけれども、それがプラスチックにぎゅっと集まってきてしまう。その結果プラスチックを食べた生物が、例えば繁殖機能だったり餌を食べる機能だったり、こういった普通に生きていくために必要な能力を失ってしまう、こういった影響も出ているということ
ことで、私たちが考えるよりもプラスチックがこう環境生態系ですね、生態系に与える影響というのは非常に大きいということも分かってきています。また皆さん花粉症の方いらっしゃいますかね。花粉のようにもうすでに大気中にはさまざまなプラスチックが、まあ、こう舞い散っているということも研究で分かっています。そのうち、まあ、花粉症ならぬプラスチック症なんてものも出てくるかもしれません。このようにですね、生態系を今科学的に汚染してしまうということで、プラスチック問題を何とかしなければいけないという社会の大きな問題になっています。ところで杉村さんはどういった経緯でこのプラスチック問題に興味を持ったんでしょうか。はい、私は去年1年間インドネシアに留学をしました。その時にこのように道端に捨て捨てられているゴミをたくさん見ました。こういうのは結構衝撃的で、さらにゴミを拾って生活するような人たちもたくさんいました。こういうのを見て、そのゴミを少しでも減らしたいという意識が芽生えました。そういったきっかけで今杉村さんはプラスチックに関する卒業研究に取り組まれているんですね。はい、はい、研究の目的として私はプラスチックによる海洋汚染を防ぐため、プラスチックがどこにどれだけあるかを明らかにしたいと思いました。そこで効率的な回収方法、有効な対策、これらの課題を考えるヒントを探ろうと思いました。こちらがその調査の手順です。縦横30センチ30センチと厚さ1センチのコドラートを作り、砂を採取します。プラスチックは軽いため 上積み1センチを作れば大丈夫です。下には沈みません。調査地は江ノ島の2カ所です。波打ち際を0メートルとして、そこから3メートルおきに0、3、6、9、12砂を採取していきます。長さ、場所によってもゴミの個数や種類も変わってくるので、こちらも調査していっています。このように黙々と作業しています。はい、調査の手順2です。江ノ島で取った砂をゼミ室に持ってきて乾燥させた後、網目の違うふるいにかけて、こちらのようにプラスチックを採取します。5ミリ、2ミリ、1ミリのふるいにかけて取ります。1ミリ以下のプラスチックは目視でルーテを使いながらピンセットで採取します。ではこちらの実験の実際の様子をご覧ください。はい、こちらの方が砂の中からプラスチックを取り分けるっていう担当の方々です。でこっちの方が取り終わったプラスチックの数を数える担当の方です。で実際にやってみてください。お願いします。このように薄く伸ばしてプラスチックを見つけます。こうカラフルなので見つけやすいですね。すごい、ここに黒がいました。薄く伸ばす黒、結構カラフルだから分かりますね。そう、それも発泡スチロールですね。詰めた発泡スチロール、いつもどのぐらいやってるんですか。いつも大体1箱2時間ぐらいかけてますね。なんか終わりがなくて、なんかすごいもうなくなるまでってやりたいんですけど、こう多分見えないだけでいっぱいあるので、2時間ぐらいに限度決めてやってます。その拾ったプラスチックはどうやって数値化するんですか。もう取ったプラスチックを数数えて個数で出して、あとはグラムで数値化してます。あと、面積あたりにどれくらいの量あるのかっていうのも出せます。こちらはもう数数えて出せます。これ発泡スチロールですね。結構大きめの。これ泣きすぎた。4個しまった。すいません。これすごい数ありますね。ちっちゃいね。めっちゃちっちゃいです。ちっちゃいね。しかももう100個ぐらい発泡スチロールもあるし、なんか、うん、プラスチックもあります、ね、これが今まで取ってきたプラスチックです。発泡スチロールだったり輪ゴムとかいろんな種類があります。え、マキさん、これ本当に一人で全部やったんですか。うん、これ一人やった。マジで。マジで。めっちゃ量ある。めっちゃ量あるね。そう、やった。やった。春の夏休みで 4シーズンやりました。結構手伝ってもらったね。結構後輩手伝ってもらって、一人の力ではなかったけど、やってもらいました。え、これって、うん、海岸の海の中にある一部だよ。そうだね。これなんかね、結構さらにいっぱいあるんだけど、これも海の中の一部なんだよね。結構数取るし、小っちゃくなっちゃって目視だと結構難しい状態になっちゃう。これはまあ卒論の一例なんですけど、私はこのような風景でいつも卒論頑張ってます。これからも頑張ります。ありがとうございます。イエーイ。
ていただきましたが、いや大変なご意見ですね。いろいろみんなからも感想が上がってましたが、はい、もう風が多くて大変ですね、はい、しかもあれを去年の秋から始めたんです、はい、秋から始めて秋、冬、春までやりましたね。で次の8月で夏でラストですね。あの量の砂を毎回持ってきて、はい、全部プラスチックを探して、です、ね、毎回こうね、後輩がでも手伝ってくれて、はい、本当に助かりますね、はいはい、じゃあそしてここから分かったことがあります。1平方メートルあたりのマイクロプラスチックは 25g にもなるんです。今のところの、まあ、まずは秋やってという春の結果としてはそのぐらいの大きさだと。だからすごく少なく感じます。そうですね、はい、すごく少なく感じると思うんですけども、意外と片瀬江ノ島の面積に合わせてみると単純計算で 3.8 トンものプラスチックが取れるんです。砂浜の中にだけでも、砂浜の中に 3.8 トンものプラスチックがあると、ね、はい、さっきはもう一部だけだったからちょっと思ったんですけども、うん、かけてみるとこんなにあるんですね、うん、はい、で動画でもおそらく映って皆さんも見ていただいたと思うんですが、もう本当にもう目で見てなんとか見つかるぐらいのプラスチックで、もちろんそれより小さいのも存在すると思うんですが、もうそれ以上は薬品か何かを使わないとわからないレベルなんですよね、はい、でもあの小ささだけでも 3.8 個となると、もうこれは回収するのは難しいですね。やってみてわかりました、はい、莫大なお金と労働力と、ね、だとすると私たちはやはりあの状態になる前にプラスチックを、まあ、防がなければいけないということですね、はい、私たち一人一人が買うプラスチックを減らしたり捨てるプラスチックを減らすのが大事なんですね、はい、で今見ていただいたように杉村さんの卒論の、まあ、卒業研究の途中経過ですけれども、まあ、非常に多くのプラスチックが砂浜にあって、それを回収するのはもう不可能に近いということが分かりました。あの皆さんからして当たり前のことかなと思うかもしれませんが、それをきちっとこのように数字で証明していくというのが非常に重要なことになります。で先ほど杉村さんがおっしゃったように、この私たちの生活を変えなければ、私たちの目指す、このゼミで特に目指す海の豊かさを守ろう、陸の豊かさも守ろうということはなかなか実現できないのではないかと、まあ、そういったことも考えられるんですね。でも反対に考えれば、我々が生活を変える、さっきも言ったようにプラスチックをなるべく作らない、なるべく買わない、なるべく捨てない、そういった生活に変えていくことによって、私たちの対象とする自然環境、これもいいものになっていくと。ここでですね、まあ、良いサイクルを、悲しいことばっかりではなくて、どうしたら良いサイクルを生み出せるかなということを考えるヒントにもなるわけです。私たちはこの環境という視点から今回プラスチックに関する学生さんの卒業研究をご紹介しました。で後ほど皆さんにはこちらですね、ではどうやったらプラスチック製品を減らせるのかといったことを同じく理系分野の研究室の活動をもとにご紹介していきたいと思います。でこの動画はここで終了になります。皆さんありがとうございました。